スマズでーすということで、今回本はありませんけども、まあ私の今までね、あの本の些細な経験からお話ししますけど、まあトランスサーフィンとかね、引き寄せとか潜在意識とか、私ちょっといろいろ20代の頃からやってきた。その原因はなぜかというと、それは病気になって病院に入院していろいろ考えたっていうところです。そこで新約聖書を読んでですね、いろいろそこから得るものがあったので、私はキリスト教徒ではありませんけどね、こういうキリスト教徒ではないですけど、まあいろいろ聖書っていうのはいろんな知恵がいっぱい入ってるんですよ。あれ、うん、あれ読まないと損だなと思います。特に新約だけでも読むとだいぶ違いますよね。そういうことでですね、まあ恋愛関係なんですけど、今回のテーマは恋愛、そういう相愛になりたいと、この人とね、それについてお話しすると、まあ それぞれブロックっていうのがあって、例えば恋愛は難しいとね思ってる人、女の人も男の人もは、大体恋愛を難しいと思ってる人は大体ですね、こうなんていうのかな、うまくいかないことが多いですよね。でそれとまあちょっとこうなんていうか、比較するとお金が難しいと、世の中お金を集めるのはすごい難しいと思ってる人、お金というのはね、苦労して苦労してやっとこさわずかにもらえるんだよと、あってもねちょっと依頼したらすぐなくなっちゃうよと、使ったら減っちゃうよという感じの人、こういうことを親とか周りから言われた人、この人もブロックがあるんですよ、お金に関して、私もこういう時期が一時期あって、なかなかお金がたまらなかった時期があって、つまらなくてお金が出てってしまうという時期があったんですけど、これ私の方は恋愛の方は敷居が低くて、こうなんていうかな、お金の方が結構高かったですね。だから人間って、まあ他例えば仕事とか、あるいは何ていうかな、いろんなことで恋愛以外で敷居が高い部分があると思うんですけど、敷居が高い部分ほど思いは叶いません。なぜかというと、敷居が高い分だけブレーキ踏んじゃってる感じになってるんで、いくら車で、あるいはスクーターで走ろうと思っても、片方でブレーキかけて片方でアクセルひねったらなんか出てきませんよね。俺と同じなんですよ、でトランスサーフィンとか、それから引き寄せ法則をやる前に、まず自分の中のブロックを外した方がいいです。そういうのが早いです。それやってから、あるいはやりつつでもいいんですよ、やりつつ引き寄せをするということで、かなり効果が出ると思います。で、私の例でいきますと、私はですね、ある女性と付き合ったんですけど、何年間か、面白いことにその女性に大変よく似ている雰囲気も顔も、そういう人がねいたんですよ、2人いたんですよね。ただ私の本命はその1人だったんですけど、この人とすごくよく似た人がいたんですよ、顔と声も。でこの人は意識しなかったんだけど、本命の人のと仲良くできるっていうのをすごく思ってて、だから本人には一言も言わないですよ、それは。まあ会えば話す程度っていう感じの人ですよね。まあちょこっと話が弾むかなっていう感じでも、まあ、付き合ってほしいもないのに、私当時ね、年齢が彼女いない歴っていうそのままの人間でしたんで、非常にビビるわけですよ。だけどまあ2人いたんで、そっちの方の本命の方と仲良くなりたいなと常に思ってたんですよね、夜寝る前に。まあ妄想ですけどね。そうしたらまあだんだん仲良くなってきたのかなという、まあ話は弾むようになったなと。昔はあんまり話弾まなかったけど、いう時にその非常によく似た人、顔も文字の書き方も、あれから声もから雰囲気、両方とも長い髪の毛でしたんで、すごく、
よく似てるのこの人2人は。これでそっちの方の方面じゃない人に似てる人から手紙来たんですよ。付き合っていただけませんかって、まあその私の住所を知ってるようなあのまああのところにいた人なんですけど、当時ねまだ昭和ですから、そんな昭和の終わり頃ですから、そんななかったわけです、あのメールとかそんなものは、電子メールとかパソコン通信とかあまりなかったです、うん、で私はえっと思って、私は初めその手紙来た時に本命の人から次に来たと思ったんですよ。であれ、あちょっと待って、手紙裏見たらあれこれ違うじゃんかと思って、表の字が全くね同じような字だったんですよ、その人が書く字と。えっと思って、嬉しいと思って裏見たら、あれ何これ違う、あの人かと思って、えっと思って、そしてまあ中身見たら、まあ一回会いたいって話だったんで、まあ、電話番号もっていうかね、電話番号とか、まあそういう住所書いてあったんで、私の大得意な文通というのが始まったわけです。その当時文通のペンフレンドっていうのは、私女の人だけで5人か6人いたんで、県は違いますけど、富山県だったり北海道だったり名古屋市だったり、あとはどこやった、滋賀県か京都の人も一人いたかな、九州はだいぶいなかったですね、四国とかだったので、なんていうのかな、そういう感じでえっという感じで、まあペンフレンドのまたプラス1ね、そこの一人にまたその方を加えまして、その方はもう付き合ってほしいということを変えて見えた人なんで、あと5人のか6人のペンフレンドとは一切内容が違うわけですよ、書く内容がまるっきり、うん、あとの5人は例えばあと5、6人その一般ペンフレンドの女の人、私女の人としかペンフレンドをやらないタッチなんで、そういう主義なんで、で、まあ、例えば子猫が生まれましたとか、パン屋さん近所にできたとこ行ったら美味しかったですとかって、そういうこととかね、うん、自分の家なんですよ、それ相手が帰ってくるんですよ、そうやってなんか今日こういうコンサートに行きましたとかね、そうそうボンジョビが好きなんで、そういうボンジョビが良かったとかね、そういうことも書いてくるわけです。それはまあこっちの方の箱、こっちの方の箱に置いといて、その人とはもう恋愛モードで書くわけですよ、うん、まあ、それ私はまあ恋愛の経験は少ない、当時はなかったですけど、恋愛モードっていうのは要するに、まあ純文学とかね、本もちょこっと人よりはちょこっとだけ多く読んでたんで、まあそういうの得意なんで恋愛モード持ってくわけですよ。でまあ会いたいってことなんで、とりあえず会いましょうということで会ったんですよね、うん、ただ会ったのはいいんだけど何か違うんですよ、その人。私としては彼氏いない歴、いや彼女いない歴が年齢なんで、自分のもう本当に女性というものに有無な男で、女の人とっていうこともね、恋愛ってその人が恋愛っていうか、その人がそういう恋愛感情を持って会うのは初めてなんで、そういうデートみたいなことは。で一回行ったけど車に乗せて、どうもねやっぱ合わないんですよね、うん、何か話してても合わない、うん、これ何かおかしいということで、なんでかなって自分でも全然分からなかったけど、おかしい、何かおかしい、嬉しいはずなんだけど何かおかしいんですよね。今で思うとやっぱ波動が合わなかったということもあるし、その人は自分の中で付き合う相手に入ってなかったということもあるし、その人を取り巻いている守護霊さんとか指導霊さんとかっていうのが、この男違うぞと、あるいは私の守護霊や守護霊がこの 人違うよと、お前これ違うよということを絶えず身元で支えてたのかもしれないけど、相手としては結構ねなんか親切にしてくれたんですよ、うん、積極的に。で1回目のデートがあった時にもう1回会いたいってことが来たんで、また一月ぐらい経つと、
でちょっとと私は難しいということをなぜかその時に書いてしまったんですよね、うん、ちょっと無理っぽいと。そういうことをはっきり書くと相手に傷つけるもんで、まあ私はあなたにとって良すぎますみたいなことを書いて、でちょっとあのやっぱりあのなんていうかな、うん、あのもうちょっといい人を選んでくださいみたいなことを、そういうキザっぽいことを書いて、でも相手も分かったんです。相手を傷つけないようにその辺文面だけはすごく注意して書きましたから、うん、でまあなんとかそれで終わっちゃったんですよね、うん、でねあれってね今思うとその本命の人といつものデートしてるニコニコしてるっていうことがあったんだけど、イメージのところではっきり相手のイメージがなかったわけです、まあ、こういう感じっぽい人っていう感じしか、まあ、もちろん名前は知ってるもんで、名前はそんな名前で一応考えてはいたんですけど、やっぱダメで、やっぱりそのこの引き寄せのポイントがずれたんですよね、おそらくは。だからその人にまともに言っちゃって、その人がまあ恋心を持っていただけたという、そういうことやなと私は今は思っています。でまあでそこからあとまたその人のこと、本命の人のことをずっとこう引き寄せをやっていて、結局その方からもアプローチがあって、まあ、付き合いだしたんですけど、まあ、今度は万事合うんですよ。何やっても合うわけですよ、うん、考え方も非常に合わせてくれてる部分はあったかもしれないけど、でも根本なところでやっぱりプラスになるようなそういう言動があるわけですね、やっぱり、うん、まあ、多少無理してた部分はあったかもしれないけど、うん、お互いね、まあ、その人ともちょっとこうあのまあなんとかな離れることになってしまったんですが、でも非常に相性が良かったです、その人とは。やっぱし、まあその辺がね人生の妙というもんだと思いますけど、はい、ではそんな感じでまた次回お会いしましょう。